になにです。皆さんは不審者に遭遇したことありますか？私あります。実はね、私が不審者に遭遇してね、嫌な思いをしたよっていう動画をね、去年の5月頃に上げたんですけど、とある事情で消してしまいまして、その時はまだ登録者がね何千人ぐらいだったんで、見てない方もいらっしゃると思うので、今日はね再び私が不審者に遭遇して嫌な思いをしたぜっていう話をねしていきたいと思います。それでは行きましょう。そう、あれは中学校3年生になる前の春休みの出来事でした。事件が起きたのは4月1日、エイプリルフールの日。当時私は、いや、この喋り方飽きた。当時私は陸上部に所属してたので、午前中部活をしてですね、そのね部活の友達と嘘つき合って笑い合って、最高だな俺たちと、最高の仲間だぜと、一生もんだよなだなみたいな、そういう会話してないけど一切、そういう感じで楽しんでね、またねっつってね別れたわけですよ。で、私の家の近くには大きな交差点があるさ。で、その交差点で私はいつも通りね信号待ち場所取ってから、青になったから普通に渡ったんですよ。そしたらふと私の視界に入ってきた男性が一人いたんです。その男性は私のこの向かい側の方に立ってて、信号待ちしてて、その人もなんですけど、その信号が青になったにもかかわらず、その人はね信号が青になってるのに渡らないんですよ。だから、ああ何この人渡らないんだろうと思いながらね、私はこの男性とこうすれ違うんですね。見た目は20代男性、眼鏡をかけてて小柄、グで殴ったら私でも勝てそうな感じだったんですよ。で、私は何気なくその人をパッと見たんです。そしたらね、なんかめっちゃ私の方を見とったわけよ。これ自意識か、徐々なくかけんな。その時私はなんかめっちゃ見られとりますやん自分そこは可愛がかな、なんかごめんなとね、いつものようにね、もう心の中でマシンガントークしながらこうすれ違うわけですよ。だけどなんかね、めちゃめちゃその人が足を見てたんですよ私の。で、その時短パン履いてて、膝上のめちゃめちゃ短かったんですね、その短パンの丈も。いや顔じゃなくて足見とるんかいとね、その時は心の中でツッコミを入れる余裕もまだあったわけですよ。それで自分の家マンションに着いて、ロビーのドアをこうやって鍵で開けて、そしたらウィンとね自動ドアが開くんですね。で、私はそのドアを抜けて、で抜けた後は当然そのねドアは自動ドアですから、こう勝手にこう閉まるわけですよ。私はいつも通りエレベーターに向かってたの。そしたらね、後ろからガガガガンってね、もうめちゃめちゃドアに何かが強くぶつかる音がしたわけよ。なーに、やだってね、もう私の中の IKKO さんが出てきつつ、後ろ振り返ったらよ、あのメガネの男がね閉まろうとしてる自動ドアをこうやってこうやってこじ開けようとしてたのよ。それ見た瞬間ね、それまでね部活で温まってた私の体が一気に冷たくなるのを感じました。え、怖すぎるやろ。後ろ振り向いたらよ、さっき私をめちゃくちゃ見てた男の人がマンションのロビーまでついてきて、閉まろうとしてる自動ドアをこうやって必死にこじ開けようとしてんだから。それで私の願いも虚しく、その自動ドア開いてしまうんです。その男性がね私の方に向かってってバリ手招きしてくるわけ。もうすごいよ手招きのこのスピード。私はもう、何ですかって聞いて、そしたら、来てください来てください、なんでお前が来いと思いながら、いやいや来ちゃダメけど。でその時管理人さんとかいればよかったんですけど、管理人さんその日休みで、でも私多分これ殺されるんだろうなと思って、近づいたんですよ。で何ですかって聞いたら、あの足の写真撮らせてもらってもいいですか。え、足の写真、顔じゃないんかいってね、思ったけど。でその時私嫌ですって言えばいいやん。それでなんか私はね、なんでですかってなんか理由聞いちゃって、でそれでもその男性は堅くなにね、理由も言おうとせずに、撮らせてくださいすいません撮らせてくださいっていうわけ。何言っても、もう心の中の一個も叫びたい放題私の中でね。で私はもうなんか堅くなになんせかね、なんか強気で弾けなくなっちゃって、なんでですかってめっちゃ聞いちゃったの。取らせてください、なんでですか、取らせてください、なんでですか、もう水かけろよ。ようやくしびれを切らせた男性がね、こうやって口を開いたんですよ。僕の兄が大学で筋肉の研究をしていて、あなたの足すごく筋肉があるなと思ったので、ぜひ兄の研究もう僕手伝いたいと思ってるので、兄に協力したくって、写真撮らせてください。絶対嘘ついとる、こいつめっちゃ目泳いだろし、つって言ってくるんですよ。お願いします、ダメですか、悪用しないんで。悪用する線の問題じゃなかろうもんと思いながらね。で私たちはその時どこで会話してたかっていうと、この自動ドアの間でこう会話してたんですよ。だから私もう逃げるなら今だと思って、もう会話の途中で走って逃げたんですね。でエレベーターには乗らず非常階段の方に走っていったんです。
そしたらもう勝手にあの自動ドアこう閉まってくれるんで、もう必死こいて逃げたんですよ。家帰って速攻で鍵も全部閉めて、窓閉めて、カーテン閉めて、とにかくねもう誰かに話したくて怖くて怖くて、で友達にこういうことがあったんだよ聞いてよってあの言ったんです。そしたらね、はいエイプリルフル、はいエイプリルフル、はいはいはい、分かった分かった、エイプリルフル、これほどまでねエイプリルフールを恨んだ日なかったよ。でね、まあそういうことがあって、まあ、親にもその日ね言って、まあ親はもうエイプリルフールっていう概念ないから普通に信じてくれて、なんでそれ大丈夫やったとなったってね、もう親はすごく心配してくれてね、まあ警察にも行って現場検証とかまでしたんですよ。これが私が今までの人生、まだ20年間しか生きてないけど、その中で一番怖かった出来事だね。だからもうみんなね、道歩く時とかもね、もう絶対に気をつけて周り見てね行動してください。以上、私の足の筋肉がすごい話でした。チャンネル登録お願いします。何でもするから、インスタはしたから、チャンネル登録。